囚人2人にヒューマン1人。ああ、ひょっとしてキクロプスと一緒だった。キクロプス、ヘファイストスファミリアか。ああ、なんか突然現れてリビラで起きた殺人事件のことを聞いてすぐに行っちまったよ。殺人事件など。ギルドのブラックリストがやったらしいって。確か疾風とか。その情報を吐け。それからどうなったんだっけな。ああ、てめえこの後に及んで。金ならくれてやる。だが今我々は寸火さえ惜しんでいる。言っている意味がわかるか。くだらない欲で1秒さえ無駄にするというのなら、貴様の体から直接引きずり出す。その問答の時間すら無駄だろう。ドバリンより上手くないけど僕がやるよ。始まるは刹那で永遠の責め苦。拷問など生ぬるい無遠慮な串刺しか。あるいは話しますから。疾風とベルクラネルをキクロプスと酒場の猫どもが追っているか。レベル4とレベル5の足と考えれば今頃は仮装か。スタートの遅れはどうしようもないな。どうする。聞くんじゃねえ、さっさと行くぞ。かつてのブラックリストの再始動と例のウサギの仮装発煙数、本当にたまたまか。糸が絡まっているか。真意と悪意が織りなすさまざまな糸が。現状で予断は愚行だが、あの方の関心の中心でいられるグサギ、あれが爆心地の一つであることは確実。ゼノスの剣といい、少し興味が湧いた。見極めてみるか。